皆さんチャリエルでございます。いつもねドアが開いてるんですよ。で、廊下が暗いし、で部屋も電気ついてないし開いてると思うんですよね。で入ってみたら開いてなくて、思いっきり鼻をぶつけてもうね、ちょっと半泣きでしたけども、はい、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。だから最近はね、もう手を出してこういう風にね開いてるか、まあ、開いてたとしても、まあ、この手が当たるぐらいですかね。皆さんもね、鼻を打たないように気をつけてください。とりあえず去年ね話していたおみくじなんですけども、13年ぐらいからちょっとおみくじを信じ出してですね、おみくじを旅先でね偶然引いたところ、困っていると助け舟が来るように、あなたが困っている時は誰かしらが差し伸べてくれるでしょうみたいなこと書いてあって、あんまり信じてなかったんですけど、まあ偶然にも偶然が重なっても、お金が足りない時はお金がちょっと入ってきたら、ちょっと他忘れましたけども、いやこんな当たんのってぐらい当たって、去年ね小吉だったんですけど、まあ、願い事ね、一応これ画像貼っときますけど、願い事思いのままで。でまた今日新しくおみくじを引いてくるんで、また今年のねおみくじを公開して、2015年どうやったかを2016年のお正月にちょっと言おうと思います。まあおみくじ信じるか信じないかは人それぞれで、まあ私はおみくじ信じて、でその辺のない何とか占いとか信じない派でございます。じゃあまあとりあえずおみくじを引いてきますので、またではさよなら。はいどうも皆さん帰ってまいりました。はい、ちょっと待ってくださいね。ちょっと俺見ないから、ほら。証拠になりますからね、このね。見た目、ほら。これで、これでまず。隠して。大吉。あ、逆！あ、逆、まさかの逆。まさかの逆。大吉、これは嬉しい。去年、小吉。これは来ましたね、大吉。もう大吉、これは嬉しい。去年、小吉。はい、ちょっと最後ね、低画質のカメラになってしまうんですけども、皆さんね、今年も一年頑張っていきましょう。また受験生向けにちょっと動画を出そうかと思うんですけども、私も受験生やったわけですからね、受験大変ですけども、まあ、できる限りのことをやっちゃってください。はい、以上でございました。なかなかとね、ご視聴いただきありがとうございました。それでは皆さん、さよなら。